おはようございます。漫画原作者の橋本海です。本日は漫画を描くときは見切り発車でもいいという話をしていきたいなと思います。漫画を描くときに1から100まで全部決めてないと描けないんですという方が結構いらっしゃるんですけれども、そういった方の中でですね、漫画を完成させられないという方に届けばいいなと思ってお話をしていきたいなと思いますので、最後までお話を聞いてくださればなと思います。早速なんですけれども、漫画を描くときにどうして見切り発車でいいのか、それはですね、漫画っていうのはライブ感なんですね。皆さんもネームをしているとあると思うんですけれども、例えばこういう展開でこういうことを言うだろうなというふうに想像しながら描いているのに、キャラクターがなんか勢いでこういうことを言ってるぞみたいな、ペンがサラサラっと動くみたいなことがあるかと思います。もちろんまだ漫画を描き始めて2作目、3作目ですという方に関しては、なかなかそういうことはないのかなというふうに思いますけれども、5作目、6作目になってくると、ここの流れはなんかこういうノリでいっちゃいましたみたいなことがあると思います。そういうことを基本的には大事にしてほしいんです。というのもですね、連載を取って漫画を作っていくってなりますと、自分がネームを直すんではなくて、編集さんとかが直してくるわけです。ここはこう直してほしい、ああ直してほしいってなった時に、自分の中で1から100までガチガチに決まっていると対応できなくなってしまいます。でも決まってなければこういう風にした方が面白いんだという風に柔軟に受け入れることができます。その結果ですね、漫画が人気が出たりということももちろんあります。特に漫画家志望の方にとってはですね、1から100まで決めて書くっていうものはかなりの罠になります。漫画の専門学校に通っていた時も、まだ設定がうまく出来上がってないから書けない、そう言って2年間書かなかったという生徒が半数ぐらいいました。それでですね、なんで決めて書かなきゃいけないのって聞いたらですね、あんまり答えが出なかったんですね。一部では不安だからというふうな声もあるんですけれども、とりあえず書き始めないことには終わりもしないんですね。面白くない時は面白くないっていう理由で修正してくれるんですよ。特に先生とか出版社に持ち込み行ったり見せたりしたら、こういうふうにした方がいいと思いますってアドバイスをもらえますよね。なのでアドバイスをもらって次に進めばいいだけなので、それより前に自分でガチガチに決めてしまってもあんまり意味がないのかなというふうに思います。もちろん連載をしている先生の中ではがっちり決めて連載するという先生もいますけれども、決める前にちゃんと編集の方と練りに練って決めているはずです。そうでないと、ここ面白くないんですけどってなっても、いやもう決まったことだから変えませんってなったら人間関係ギクシャクしますよね。もちろんですね、決めてから書くというものも有効です。僕なんかはですね、読み切り漫画は基本的にネームはあんまり書かずに、頭の中で1から100まで決めて、それをメモ代わりにざーっとセリフだけ書き起こして下書きに入るみたいなこともやっていた時期もあります。もちろんですね、ページ数が多くなると全部のセリフまでは覚えてられないので、メモ書きに全部セリフを出してから小回りを割っていくというようなこともしてました。でもですね、 100% 決めてたわけではないですね。ネームの上でこういう小回りでこういうセリフを書いたら、次のコマの狭さがこうなってるから、じゃあこのセリフを入れるかみたいな感じでノリで書いているということが多いです。その結果出来上がっているのがオカルトちゃんは語れないだったりするんですけれども、そういうノリで書いた方が出来上がっていくんですよね。キャラクターが決められてないから生きるという部分もあります。なので漫画を描くときも、ここからここまでの流れは決まってるけど、その中でどういうことが起きるかまで細かくは決まってないという風な流れで作っていけば、ある程度完成までは近づけます。その流れで、ここはこの要素が欠けてないやとか、セリフの影響でここが長くなってしまったから、このクライマックスはちょっと詰めなきゃなとか、そういうものが見えてくるはずなんですよ。それをですね、最初から決めて書こうとすると、作れないまんま何年もかかってしまうということに陥ってしまいます。そうなると、皆さんがデビューしていく、賞を取っていくみたいなことも遠のいていってしまいますので、全部決めようとしないで、ある程度決めたら書き始めてみるというのがおすすめです。その後書き始めてみて、どうしても詰まったらまたちょっと立ち止まって考えてみればいいだけなので、最初から全部決めようとするとしんどいよというふうなことも覚えておいてくださればなと思います。今回はですね、1から100まで全部決めて漫画を描くとしんどいよという話をしました。それで完成しないんだったら、
もうしんどいだけ損ですよね。ある程度決まったら書き始めるっていうのがいいかなと思います。最低限漫画の時代背景、主人公のポジション、こういうやつで主人公の目的っていうものは決まっていれば、そういう目的に進んでいく主人公をどう周りがわーわー言ってくるかというようなざっくりでいいので、そういう感じで書き始めればいいのかなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。橋本海でした。